皆さんこんにちは、ギャリバンゲーム TV のギャリバンです。それでは前回の続きから夜回りプレイしていきましょう。これは何て書いてる？この先ゴミ捨て場、たくさんのものが置いてあります。危ないので絶対に走らないように。この先でもお姉ちゃんの靴を取りに帰るんだよね。さっきの犬がいるんじゃないだろうな。結構走ったよ。でもあのワンちゃんは隠れればやり過ごせるっていうヒントがあるからな。あったぞ、ほら。あ、持ってっちゃった。何？なんだよ。オッケー、大丈夫。ゴミ捨て場行こう。これは何？体育館か？これはいけない。うわ、いっぱいあるぜ。何これ？あ、早いやつ、早いやつ。これライト消した方がいいやつじゃない？光に多分反応するタイプだろ、あれ。あ、痛い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 。走るとダメか。大丈夫。オッケーオッケー。何があるんだ。迷路みてえになってるな。ニワトリ小屋の鍵、やった！拾ったぞ。ニワトリ小屋先に行くのかな。他には落ちてない？この辺はいけないのか。いやー、これ出てこられたら、おいおい、マジかよ。どこまで追っかけてくんだよ、釘野郎が。お、オッケー。オッケーオッケー。なんとか。こっちか。あ、これか。いるじゃん、ニワトリさん。これだ。なんか落ちてる。プールの鍵。オッケーオッケーオッケー。ニワトリがびっくりだよね。この辺もちょっと探索しよう。何も落ちてないか。でもな、これは隠れるところね。これか、プールの鍵。かすかにあったかい。 OK。 よし、これでワンちゃんの恐怖はないんじゃないかい。なんだこれ。なんかいるぞ、おい。勘弁してくれ。逃げ場がただでさえ少ないんだからさ。いる。これプールの中入れないんだろ。この狭いとこで出られるのが一番嫌だな。なんだおい、金魚いるぞ。これ排水管。水を抜こう。なんか落ちてるはずだ。トイレみたいな音だな。 まあ水が抜けてんだから。そうだよね。この金魚に当たっちゃダメなんだろう。ちょっとセーブしてねえから気をつけろ、本当に。なんか落ちてんの？あ、あるある、なんかあるぞ。ズタズタの水着。他にはないの？うわうわうわ。特段金魚たちは襲ってくる様子はないけど、君は何がしたいんだい、金次郎は。なんか落ちてない？校庭。
なんだあの人手間は。なんか落ちてる、落ちてる。真っ赤なテスト用紙。わあ、くるくるマンいるな。なんかくるくる回ってるやつは強そうだよね。石いつでも投げられるようにしとこう。わ、いるよ、おい。怖い。懐中電灯ちゃんと照らしていかないとわからねえ。人で動いてるぜ。あ、あるある。よし、石か。わあ、いるな。よしよし。これで学校はこれで全部？焼却炉行った？鶏小屋の先、ゴミ捨て場の先、焼却炉まではまだ行けてなかったよね。でも行く道なかったよな。よし、じゃあこの先の焼却炉行ってみよう。なんだよ。何か置けそう？何にも置けるやつねえだろ。なんだ、なんかあるぞ。なんだ、なんかある、なんかある。なんかあるよ。カスタネット。あ、なんか裏にあるな。あ、スコップでなんか拾えるよ。おいおい。隠れて、すぐそこ。何かで気をそらせないかな。なんか置けそう。ああ、ここで何か置くのか。おそらくね。魚出したところで気そらしてくんねえもんな。うん。鍵でオッケーなの？ダメじゃねえか。 鍵じゃダメか。置くものが良くなかった。何を置けばいいかな。これはさ、何か探してこなきゃいけないんだね。スコップじゃダメだろ。鍵とかじゃ全く意味がないんだから。よし、ここね、焼却炉。いや、絶対にこの学校の中に何かあるはず。ん？何？学校で一番大きな桜の木、根元に死体が埋まってるとか、首を吊った人がいるとか、切ったら赤い血を流したとか、びっくりするぐらいたくさんの噂がささやかれている。だって、ここ。これは怖いね。桜の木の下で。やっぱりプールの底に何かあるんじゃないかなと思うんだよね。排水溝。何か排水溝に挟まってる。ほら、取ってみる。うん。何？濡れた骨。あとは、あ、あるじゃん、あるじゃん、こういうとこにも。パズルのかけら。やっぱりいろいろ調べないとダメだね。とりあえず結構集めたから。じゃ、この濡れた骨をさ、やっぱ人面犬にやってやるのが一番いいんじゃない？これかは無理だな。一撃死だからさ、怖いんだよ。この骨を置くとどうなる？これだよ。排水溝に詰まってた小さな柔らかい苔が、これわかんないよね。ここに置いてあるなんて。でかいよ、顔が。どこ行くの？
え、嘘、ダメなの？あ、行った行った。よかった。行っちゃったみたい。中調べられるよ。何が入ってる？上履き。いろいろ裏にもあるんだよ。この焼却炉は今はもう使われてない。ゴミ入れる穴には鍵がかかってて開けられないようになってるよ。なんかいるよ。うわわわ。嘘。 どこまで追っかけてくんだよ、あれ。まあこれ後だな。後で取れるようになると思う。ん？お姉ちゃんの靴ある。靴だけか。お姉ちゃんの靴。お靴を履くお姉ちゃんを思い出します。あの日はこのお靴を履いて行っちゃった。今は片方しか履いていないのかな。お姉ちゃんどこに行ったか全然わからないけど、とにかくどっか探さなきゃ。田んぼの方も探してみる。次回は田んぼだね。はい、それでは、今回はここまでにしたいと思います。面白かったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ギャリバンでした。また会おう。